やっぱりこの部屋には隠し扉があったんだね。私の勘の正しさが証明されたよ。さて、それじゃあ競争の再開だ。あんたなんかには負けやしないよ。ちなみに皆さん、申し訳ない。地図見てもらえればわかるんだけど。最初からこの上に何かがあるよっていうのはね、この地図に書かれてましたわ。非常にオーツのやつでした。上に何かがあるっていうの分かってた自分は。上下関係が激しい。あ、そうなんだ。下っ端のクソにはこだわるべき。なるほど。バンデットメールの頑丈さを加え、サンゴで染めたものを下っ端。下っ端ベストとかいらないでしょ。絶対弱いでしょ。バンデットメールのは強いだろう。愛用のミスリルヘルも鍋代わりに使っている。ある時、美味しいミルクを温めていると、たまたま牛の糞を落としてしまうことがあった。すると鍋の代わりのミスリルヘルムから牛の角が生えてきて猛牛ヘルムになった。へへ。ミスリル牛美味しいミルクで猛牛ヘルムか。ミスリルヘルムって誰かつけてたっけ？つけてないですね。持ってもないよね。ミから始まる。ないね。全然ないね。いずれ作ることもあるかもしんないけれども。また錬金鉱山だな、多分。じゃあこっち。うわ、人食い箱が普通に。まあ、ミミックじゃないからいいか。人食い箱はザキ放ってこないからな。お、なんか強そうなのいるな。この先がなんかちっちゃい洞窟みたいになってるんだよね。壺が置いてあった樽か。うわ、くそ。触れられたか。かわせなかった。ナインみたいにかわせなかった。オーシャンクロー。かっこいいな。オーシャンズイレブンみたいだな。今のオーシャンズ3だったけど。こいつが本当に強そう。こいつ超強そう。稲妻撃ってきそう。うわ、なんか魔王の使いみたいなやつもいるな。あ、この先も、小部屋からの、奥が下り階段。下り階段か、岩塩。下っちゃっていいのかな？おっと。レッドパイレーツとかそんな感じだろうな、多分。とりあえず下ってみるか。なんか、地図がすごいことになってるな。ちょっと見てもらおうか。すごいことになってますね。こう地図見てもらってた方がいいかもしんないな。ああ、またあったね。言っとくけど、この先には目ぼしいものは何もなかったよ。つまりあったってことですね。ま、信じる信じないわ。あんたたちの勝手だけどね。道中ちょっと行き忘れてるとこありますね、よく見たら。あ、これか。ちょっと見てきます。人食い箱。ふわんふわん浮くな。なんかありそうだよね、こういう行き止まりのエリアって。あー、でもなかったか。むしろ逆側にあった。なんかミミックっぽい宝箱置いてあんな。色的にミミックっぽいよな。じゃあ、こっちから行って、これか。すげえ、扉とかじゃねえ。穴じゃねえか、これ。誰が開けたんだ、この穴は。さあ、どうなんだ？あ。鍵がかかってたか。おお、でも、いいね。いいね。小さなメダル。助かります。こう進んで、こっちから来たい感じですか。なるほどね。ハクハク。ん？なんか書いてある。書いてあるんじゃない。ハンドルなんだ。
水が抜けた？あ、どんどん水位下がっていきますね。水で、あら？なるほど。そのハンドルを回すと水が抜ける仕組みだったわけね。礼を言っておくよ。あんたたちが気づいてくれたおかげで先に進むことができる。でも運がなかったね。せっかく仕掛けを見抜いたのに、私に先を越されちゃうんだから。またいいタイミングで来るんだから、ゲルダさんも。おっとっと、一回ぐるっとまた戻って、二階に進んでの、うわ、マジか。あ、つえーな。あ、つえーな。やだな、通常攻撃でこんな食らうのか。だから逃げれるから助かった。よかったよかった。ぐるっと回ってきて、帰ってくる感じか。ほ。ひ、オッケー。かわす、かわす。上がります。2階はね、こんな感じになってたんですよね。ここも入れますね。宝箱があるけど、これ多分ミミックだろうな。ってか、すげえ厄介なんだから、なんだこいつ。あ、消える気ないし。斜め開けするわ、じゃあ。ボーンシールド、呪われてそう。サタンヘルム。もうこれも錬金素材ですね。錬金したらいいのに変わると思う。聖者の灰とかを多分くっつけるパターンでしょう。うわ、強っ。何 ?70 って。こいつは戦いたくねえな。逃げれるからいいようなものの。まあまんぱいせん。まあまんぱいせん。オッケー、かわせた。いいね、かわせた。空中浮いてるな。浮遊魚だな、浮遊魚。これも横穴パターンか。よいしょ。こっちか。あ、そっか、行くことができなかったから横穴を開けたって感じか。で、ここか。そっか、ここは水で満たされてたんだな。若干まだ水が残ってますね。ほら。さあ、ゲルダさんを追いかけましょう。これもでもまた横穴っていうかホラー穴っぽいけど。あ、でもなんか、あ、ここは開いてる。でもここはレンガに変わるんですね。謎だな。どういう建築なんだろう。遅かったじゃないか。勝負は私の勝ちみたいだね。約束通りお宝はもらっていくよ。我が名はキャプテンクロウ。かつて世界の海を股にかけし、海賊の中の海賊。我が財宝を狙う者よ。何時はそれを手にする資格のあるものか。あるというならば、我と戦い、その力を示せ。資格なき者ならば、悪いことは言わぬ。早々に立ち去るがよい。私は戦うのはあんまり得意じゃないんだけどね。ゲルダ！くそ！弱いくせに無理しやがって！あらあら。
何時らも我が財宝を求めるものか。 Yes。 ならば我と戦い、その資格を示すがよい。あ、しまった。